今回の料理はこちらです。ドン、オリジナルチャーハン。普通のチャーハン作ったら負けますね、これは。もつみたいなのありますか？はい、最初納豆。まあパッと見チャーハン作る材料じゃない、どっちもではないね。納豆と水沢菜朝食じゃん。あ、いいいいんじゃないですか、これ。やばいやばい、焦げてる焦げてる。では早速作っていきたいと思います。おー、恥ずかしいな。次、野沢菜。今日納豆と野沢菜がポイントなんで、包丁の使い方が違うね。その倍先の店長さんに一回怪我するべきだねって言われて、もう何回も指切って怪我してようやく上手くなったぐらいだ。僕たちの事務所が中目黒にあるんですけど、中目黒のパスタ屋さんでバイトしてたんですよ。で、グループ結成したと最初の方はパスタ屋の子だみたいな感じで言われてました。見せつけてきてる感あるんで、ちょっと出し抜いてやりたいっすよね。チャーハンはめちゃくちゃ見て、そんな余裕ないんだよな俺。しかもなんかいやいや、もうバレバレだから相当不安なんすね彼。ちょっと入れます。ちょっと先に味整えます。あ、いい匂いしてきた。いや、いいっすね。納豆入れてる、納豆入れてる。そのまま入れる。納豆投入しました。もういい、まだ見てる。え、全部見る気じゃないですか、あれ。何この参考には。あんまなんなかったです。野沢菜入れます。うわ、いい匂いしてる。あ、いい。うわ、美味しそう。美味しそう、自分で言うのなんだけど。ここはもうただ炒めるだけです、僕は。いい感じっすね。美味しそう。絶対美味しいっすよ。やっぱチャーハンといったらこの盛り付けっすもんね。よっ。おー、いい感じ。豚肉ちゃんを上にのせーの。これぐらいかな。映えです。やっぱパスタ作ると高さ大事なんで、ちょっと意識して。ほんと何にも見てないからマジで。おぉ。え、朝食なんて言わせませんよ。はい、はい、やるじゃん。やるじゃん。めっちゃ上からじゃん。問題は味ですから。負けました。早いんだって。うわ、うまっ。うわ、ちょっとこれやばいな。うまくて悔しいって初めてだわ。うわ、ちゃんと野沢菜と納豆効いてるでしょ。めちゃくちゃうめんだよな。さすが。もう一瞬ちょっと
日和りましたけど、奇跡を起こすのはこういう初心者タイプなんですよ、大体は。よし、じゃあ作っていきます。ニンニクの剥き方ね。そんなん知らん。あ、いけるな、簡単っす。やっぱレシピなしでいけるわ。あ、指つった、なんで。緊張が出てます。くそ、プレッシャー与えられてるな。キャベツなんて何にでも合うんですから。どうやって切ろうかな。蓋が盛り上がってるぞ、どういうことだ。さっきのチャーハン美味しかったですねみたいな話してるだろ絶対。なっちゃんの料理は全く食べたことないですね。まずその料理してるっていうのを話を聞かないんで。チャーハンとホルモンって別じゃないですか。それをどう合わせてくるかっていう。やばいやばい、焦げてる焦げてる。やばい、こうしてる間にも。こんな、そんな時間はないぞ。入れないと。ここでもすかさずキャベツを。これを待つ間にお湯を沸かします。お湯を、お湯を沸かす。なんかほんとだいぶ余裕できてきましたね。2個同時とかできるようになってきたし。お湯沸かしとるだけ。落ち着いたらなんか鶏夏レストランみたいなやつやってもいいかもしれないですね。お客さん入れて。沢夏レストランだったら見えるんですけど。見える、はい。鶏夏レストランちょっとまだ見えない。見えてない。見えない。あ、見えない、まだ見えない。見えてる景色違ったみたいです。よし、こっからもスピード勝負だ。卵、卵溶いてね。いけるいける。うわ、マジで急にチャーハンっぽくなってきた。盛り付け考えてなかった、どうしよう。まあ欲しそう。使いすぎじゃない。またそれ。完成。名付けて、名付けて、名付けて、なっじゃあ、なっちゃーはん。なっちゃーはんです。お、あれ、ちゃんとしたチャーハンだ。そうなんです。あれ、糸唐辛子使ってんじゃん。糸唐辛子。いやいやいや、初めて聞くじゃないのよ。どっちだ、どっちだ、これ味しない。なわけないっしょ。いやいやいや、うん、味しないね、これ。食材の旨味はちゃんと伝わる。調味料が入れました。まあまあ待って待って、まあまあ、待って、これがあるじゃないですか。これをあんになってるんですよ。うわ、おしゃれにしてきた。きっとこれ、これこれをこうかけますわ。ここで完成と。そう、いただきます。おお、うん、うまいんだ。ここでうまい。チャーハンかは分かんないですけど、独創性抜群ですけど。うまっ。
足りなかったものが全部補われた、うん、これでやっぱレシピなし料理ってなんかドラマなんですよね、うん、レシピなし料理ってなんかドラマなんですよ、ね、うん、こうってなって一個出すことによってこう上がって終わるっていう一つの物語ができてんだよなさっけそんな結果発表緊張するなんか、スタッフ4人と視聴者の皆さんの計5票おでその票数が多かった方が勝ちとなります、はい、結果は3票対2票で沢那さんの勝ちです。よかった勝ちました。悔しいめっちゃ悔しい。嬉しい。マジか。ちょっとドキドキした。3500人ぐらいの方に投票してもらって、はい、66% で沢那さんの勝ち。ありがとうございます。俺の番組でそこ来てないのが一番痛い。もちろんお二人の名前伏せて。ちょっと待って、そりゃ A に入れますわ。映えてんな。映えてる。写真撮ったのまぶち。なんか暗くなかったですか、僕の方だけ。いやいや、そんなことない、そんなことない、全く。もともとがちょっと美味しそうな色味だった。やってないか。何がいい？やっぱカメラに向かって明るく元気に胸キュンじゃないですか。胸キュンなのか。分かっ地味に来るでしょ。嫌なとこ分かってんな。まだモノマネのが良かったわ。なっちゃんの胸キュンまで3、2、1。わあ、キッチンキッチン、キッチンじゃん、なにこれ、お鍋マン、なにこれ、わ、待って、大きい、しゃもじがでかい、隣の晩ご飯か、なになにこれ、なにこれ、蓋シンバル、シンバル、シンバル、挟んじゃうぞ、挟んじゃうぞ。マジ何これ。すごい、これはもう嬉しいですよ。やばいって普通に。番組存続の危機ですよ。危ね、アーティスト人生終わったと思った。皆さんご視聴ありがとうございました。ぜひ今回の感想やこれから僕にやってほしいことなどコメント欄にたくさん書き込んでください。そして高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。